皆さんこんにちは、BIM チャンネルの二上です。この動画では建設業で使われる BIM、 こちらをですね、皆さんと一緒に学んでいこうというチャンネルになっております。前回なんですけども、ドアを配置する方法を学んでいきました。で、今回なんですけども、家具を配置していきます。で、家具を配置したらですね、3D でですね、内観を確認するという作業もやっていきたいなというふうに思っております。で、今までですね、結構平面図の作業が続いておりまして、ちょっと味気ないなっていうのもありましたので、ここでですね、3D 化してですね、この BIM のいいところっていうのをね、体感したいなというふうに思っております。それでは行ってみましょう。はい、それではですね、早速家具を配置していきたいと思います。家具の配置はですね、前々回ですね、勉強したドアとかですね、それから設備機器と同じようにですね、まずファミリーをロードするところからやっていきます。はい、建築タブのコンポーネント、こちらクリックします。そして右側にですね、ファミリーオロードとありますので、こちらをクリックいたします。はい、そうするとですね、ボックス立ち上がりますので、そのファミリーデータがあるところをですね、探しに行きます。はい、そしてですね、ここ今回この使うファミリーはですね、ここに家具が並んでおります。キャビネット、こういうもの、デスク1、こういうもの、デスク2、こういう感じ、ミニキッチンですね。そしてロビーのソファーセットということで、ロビーによくあるようなソファーセットですね。で、椅子の1、椅子の2、この辺りをですね、ロードしていきたいと思います。で、下の方にはですね、冷蔵庫もありますので、この辺もですね、ミニキッチンと合わせてロードしていきます。ロードの方法はですね、ダブルクリックしていただいたり、開くを押すということで簡単に、ロードすることができます。それではキャビネットからですね、順番に配置していきます。はい、このような形で、ちなみにですね、ビューはですね、1回平面小サイズのビュー、1分の51の縮尺で、作図しております。はい、キャビネットですね、この壁際にですね、配置していきたいと思います。で、この今回もですね、ドアとか設備機器と同じようにですね、スペースキーを押すとこの回転することができますので、ちょっとやってみますね。スペース、スペース、スペース、スペース。こんな感じで回転することができるので、自分の、正しい位置でですね、このように回転して、ここはスナップが効いておりますね。壁際にキャビネットを配置していきます。そして同じように、隣に、3列ね、キャビネットは配置していきたいと思います。とクリックして配置と。はい、これで1個完成ですね。はい、続きましてどんどんやっていきます。コンポーネント、ファミリーオロード、それから今度はデスク1、こちらをクリックします。はい、デスク1ですね、これもこのような形で位置を調整して、こんな感じですね、適当に、クリックしていきます。はい、同じやり方でコンポーネント、ファミリーオロード、それはい、こんな感じですね。ちょっとかなり位置はおかしいんですけども、まずはざっくりとですね、ファミリーをロードしてきて家具を配置するということができました。はい、続きまして、位置合わせをやっていきたいと思います。位置合わせコマンドはですね、前回勉強しましたのでおさらいになります。はい、それではまずこのミニキッチンからやっていきましょう。ミニキッチンクリックします。そしてこの修正タブのこのコマンドですね、位置合わせコマンド、こちらをクリックします。そして、壁際にですね、この壁際にこのキッチンをくっつけたいので、まず目的地をクリック、そして位置合わせしたい位置をクリック、このような形で簡単に位置合わせすることができます。そして冷蔵庫なんですけども、冷蔵庫はですね、この壁際ちょっと隙間ありますけども、これはこれで一般的で OK だと思いますので、このままでいきたいと思います。じゃあ続けてですね、やっていくんですが、まずこの袖壁の面とこの壁の面のセンターにこの机たちを配置していきたいと思います。なので、まずは仮の寸法を、ね、書いていきたいと思います。注釈の詳細線分、こちらをクリックします。まずは仮の線を書いていきますね。ここでクリック、
そしてこっち側の壁の面で、クリック。そしてまず仮の寸法、あ、仮の線を書きました。でこの仮の線、さらにですね、同じく詳細線分でこのセンターを取っていきますね。センターはこれかな、三角マーク出ましたね、中点、中点を取ります。そして垂直に線を1本引いていきます。はい、ではですね、ここにちょうどセンター、この袖壁とこの壁のセンターの中心の線を描きましたので、この位置にですね、家具をしっかりこう配置していきたいなというふうに思います。はい、それでは位置合わせコマンドですね。同じく修正タブの位置合わせコマンド、これをクリックします。そして目的地はさっき仮の線を描いたここ、そして合わせた位置はここ。はい、こんな感じですね。じゃ同じくやっていきます。目的地をクリックして椅子のセンターをクリック。はい、同じく こんな感じですね。綺麗に配置することができましたので、仮の寸法はですね、消していきたいと思います。消すことを忘れないようにしましょう。デリートキーで消していきます。これでですね、綺麗にこのセンターに配置することができました。はい、それでは続きましてですね、 3D で内観を確認するということをやっていきたいと思います。今までですね、 2D の作業が続いてましたので、ちょっと 3D で見れるということでちょっと楽しみですね。はい、それでは早速やっていきたいと思います。 3D 表示はですね、この表示タブ、それから 3D ビューというものがあります。これをクリックします。そうすると3つ出てくるんですけども、一番上、規定の 3D ビュー、こちらをクリックします。はい、そうすることでですね、今まで作ってきた外壁、それからこの内壁ですね、それからソファーとか今家具配置した家具ですね、この辺がですね、立体に見れます。でこの見方なんですけども、まずここにですね、3D のなんかボックスが出てきております。この上とかですね、右とか前とか、もしくはここに東とか南とかありますね。この辺をクリックしていきたいと思います。まず上をクリックしますね。そうすると真上から見たビューになります。そして東のビューをちょっと押してみたいと思います。東のビューを押すと、東から垂直に見た東立面図を見ることができます。同様にですね、この左にポチって書いてあるやつ、この三角マークを押してみますね。そうすると、はい、これはですね、南の、立面図ですね、このような形になりますと。でちょっと上に戻りたいと思います。上を押しますね。はい、そうするとですね、上から見たビューに簡単に戻ることができるんですね。さらにですね、シフトを押しながら、スクロールボタン、こちらを押し込みます。そうするとどうなるか、シフトを押して真ん中のスクロールボタンを押し込んで、こうマウスをですね、ずらしていくと、このような形ですね、 3D でこう見ることができるんですね。このビューがですね、わかりますかね、このような形で非常にわかりやすいですね。はい、このような形ですね。でこれで自由にですね、スクロールボタンを上に押すっていうんですかね、上にスクロールするとアップになるし、逆にスクロールボタンを引いていくと、このように引いたビューになっていくんですね。この辺のスクロールボタンを押し込んだり、上にスクロールしたり下にスクロールしたりして、ビューを調整していきます。でさらにシフトを押して押し込んでいきます。このような形で、でこう戻っていくと。はい、こんな感じでですね、非常に面白いですね。これは前回配置した高精度は SD の扉ですね。でここはトイレブースになってまして、トイレブースの扉も配置されております。そして今日ですね、今回配置したキャビネット、それから机、椅子、そしてこのソファーですね、この辺も配置されております。でちょっと詳しくね、見ていきますと、ちょっと上に戻りますね。上のビューに押していきます。そしてここにですね、矢印マークがあります。これで回転することができますね。このような形で回転、同じく回転みたいな感じで、ちょっと戻りますね。回転と。このような形で回転することもできるので、うまく使って自分の見たいビューをですね、パッと出せるというふうに、やっていきたいと思います。はい。じゃあ、詳しく見ていくんですけども、まあ、何を詳しく見ていくかというと、まあ、3D で見ることによってですね、いろいろこう、イメージがしやすくなるので、わかることっていうのがありますね。というのは、ここの動線がちょっと狭そうだなとかですね、
ここのスペース、ちょっと調整していきたいなとか、そういったことがですね、わかるんですね。ぶっちゃけですね、この平面図でも、それはわかるんですけども、この 3D にすることによって、よりイメージしやすい、特にお客様に説明していくときにはですね、非常にいいんじゃないかなというふうに思います。このあたりはですね、非常にビムのいいところだなというふうに思いますので、ちょっとやっていきたいと思います。で、ちょっとこう斜めから見てもですね、明らかにこの辺の動線ですね、非常に狭いなというふうに感じますので、このソファーね、ちょっと壁際に寄せていきたいと思います。そしてさらにこの家具たちですね、この家具たちは、机たちはこっちの壁にずらしていきたいなというふうに思います。そしてちょっとチェックしていきたいのが、この引き出しの、これ逆ですね、はい、わかりますでしょうか。引き出しの向きが逆です。なのでこれ反転して逆にしていきたいと思います。で、反対側はどうかなと、こっちも逆だ、こっちも逆ですね、逆になっております。なのでこれもこう反転してちゃんと所定の位置にしたいと思います。この辺もですね、 3D で確認することができますね。こいつは良さそうですね。こいつの机、これは引き出しがちゃんとここに出てきておりますので、こいつは OK だなという形ですね。はい、じゃあちょっとこの辺をですね、修正していきたいと思います。一回平面図のビューに戻ります。はい、じゃあまずはこいつが反対だったので、これを押して、で、この左右の矢印ですね、これをクリックします。はい、ちょっと分かりにくいですけど、一回押しましたので多分これ反転していると思います。同じくこっちも一緒に、これも左右のこの矢印、これをクリックします。はい、これで多分左右反転していると思います。そして引き出しがですね、こっち側に来ていたので、椅子の位置をね、調整したいと思います。これが多分、ちょっとドラッグしてね、動かせますので、下ですね、ちょっと下にずらしてあげます。はい、このような感じですね。じゃあ同じくこっち側も下にずらしていきます。はい、こんな感じですね。ちょっとずれちゃいましたので、位置合わせコマンドやっていきます。ここに合わせて、こう、ここに合わせて、こう、はい、こんな感じで調整することができました。これ今反転しました。で、この位置は OK で、このソファーの位置がですね、ここ動線がちょっと狭かったので、同じくですね、クリックしてドラッグして上に持っていって、この辺で適当に離すという感じで簡単に移動することができました。これだいぶ広くなりましたね。で、さらにこの壁からですね、この机まで人が通らないとするならば、1000ぐらい、メーターぐらいあればですね、いいのかなというふうに、椅子の大きさにもよりますけども、900とか、メーターぐらいあればいいかなと思いますので、ここで仮の線ですね、仮の線を書いていきたいと思います。注釈の詳細線分、そして、この壁面から線、間違えた、線ですね、打ってエンター、そして、こっち側に仮の線を書いていきますと。はい、このような形ですね。同じくこっち側も、注釈の詳細線分、はい、じゃあこの線にですね、合わせていきたいと思います。この時は位置合わせコマンドというよりは、ムーブですね、移動コマンドで移動したいと思います。修正タブ、それから移動コマンド、そして、動かしたい家具をこのような形で選択します。選択が終わったらエンターを押します。で、動かしたい起点のラインをクリックします。で、移動したい場所にクリックします。はい、こんな感じですね。はい、同じく移動という感じで、はい、こんな感じですね。壁からメーター、壁からメーターという感じで配置することができました。なので、終わったらこの仮の線は消していきます。で、デリートで消していきます。はい、これでどうでしょうか。ここの動線ね、確保できて、人が移動できるという感じで、綺麗にレイアウトできたんじゃないかなというふうに思います。はい、それではですね、最後にですね、配置した家具を点線にするというやり方をやっていきたいと思います。よくですね、この家具とかはですね、お客様が購入して配置していくので、建築工事じゃないということで、よく点線でね、建築の図面では点線で表記されることが多いです。なので、その表現の仕方を勉強していきたいと思います。まずですね、表示、そ
それからここ左側にですね、表示グラフィックスっていうコマンドがあります。これをクリックします。そうするとですね、ボックスが出てきます。そしてこの家具、このカテゴリーがね、家具のところ、ここで線分というものがあります。ここをクリックします。そうするとパターン、色、太さと選べるようになっておりますので、このパターンのところをクリックしましてですね、いろいろ選べますので、今は破線の2ということで点線表記にしていきたいと思います。そして OK、 適用を押して OK です。はい、そうするとですね、今分かりましたでしょうか。点線表記になっておりますね。点線点線点線なんですけども、まだね、点線になってないやつがありますね。この辺も点線にしていきたいと思います。同じく表示タブの表示グラフィックスのコマンド、そして先ほどは家具、ここで設定しましたけど、ここにプラスボタンがあります。これをクリックします。そうすると家具の内訳が出てきますので、そこにですね、オフィス家具、そしてキャビネットとかですね、キャビネットの扉、このあたりをですね、点線にしていきたいと思います。で、設定ができましたら適用して OK したいと思います。はい、それでですね、このような形で点線になりました。これで完成というふうにしたいと思います。はい、1点ですね、ちょっと補足がございます。今ですね、この点線にしてきたわけなんですけども、これはですね、作業中のビューでしか反映されないので、ちょっと注意してください。今1回平面小サイズビューで点線表記にしました。じゃあ試しにですね、1回平面図ビューダブルクリックしてみますね。そうすると、はい、どうでしょう、点線になってませんね。なので、その設定したビューでしかですね、点線表記されないので、ここはですね、注意していくようにしましょう。はい、それではですね、最後 3D ビューで最終確認して終わりたいと思います。ここ 3D のタブがありますので、これクリックします。はい、どうでしょうか。先ほど反対になってたね、引き出しの位置、これ調整することができました。そして椅子の位置もですね、さっきこの机のセンターだったんですけど、ちょっと下にね、寄せまして、ちゃんと椅子が収納できる位置に設定をしました。反対側も、はい、どうでしょう。あ、間違えてますね、これね。あ、引き出しの位置がこっち側だ。だから椅子は上に上げないといけないですね。これね、わかりますかね、このなんとなくね、引き出しの位置が下になってますので、椅子は上ですね。ちょっとこれ修正していきますね。危ない危ないということで。あとはどうでしょう、良さそうですね。はい、この辺の椅子の、運用というか、この座り、壁との位置もね、なんとなく良さそうですしね。キャビネットもしっかりうまく収まっております。そしてソファーもね、いい感じですね。ここ距離がありますので、動線いい感じかなというふうに思います。最後にね、こいつだけ修正していきたいと思います。1回平面小サイズに戻ります。でこいつクリックして、上にこんな感じですかね、寄せて、はい、どうでしょう、以上ですかね。まあ、念のために位置合わせコマンドやっていきましょうか。こうクリックして、こうクリックして、まあ、細かいですけどね。はい、こんな感じで、家具のレイアウトですね、完成することができました。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今回はですね、家具を配置して内観を 3D で確認するということをやっていきました。次回なんですけども、2階を作成していきたいと思っております。1階がですね、大体できましたので、今度は2階に移っていきたいというふうに思っております。それでは今回の動画は以上になります。また次回の動画で学んでいきましょう。